こんにちは、玉大です。皆さんですね、こんなことはないでしょうか。ついですね、感情的になってしまって、パートナーや友人を傷つけてしまったり、怒りがですね、コントロールできずに、同僚であったりとか、上司とかとの人間関係が悪化してしまったり、売り言葉に買い言葉でこう反応してしまって、建設的な議論ができなくなっちゃったり。自分もですね、マネージャー時代にこう怒りのコントロールにはすごく苦労しまして、一時期ですね、ほんと10冊ぐらいアンガーマネジメントの本を読みました。結果ですね、その時はなかなか解決されずにですね、ここ1年で解決されていったんですが、こう怒りの扱いに困っている方って結構多くいるなっていうのをこう自分も感じてきたので、本日はですね、その点についていろいろとお話ししていけたらなと思っています。噂によると、人は怒りを上手にコントロールできると年収が2倍になって平均寿命も7年長くなるというものがあるようです。あくまで噂ですが、この動画をね、こう最後まで見てアクションを積み重ねていけば、皆さんもね、年収が倍になって寿命も7年伸びるかもしれませんので、最後までぜひ見ていただけたらなと思っております。じゃあ本題に移っていきましょう。ではまずですね、こう怒りとはそもそも何なのかっていうところについて整理していきましょう。一つ目が、怒りとは要望であるというものです。怒りというのは何らかの要望を表現するための方法の一つですと。つまり怒ることで人は何か物事を動かそうとしているわけですね。最近よく私の動画でも登場しますベストセラー本の嫌われる勇気、この本の中でも人は怒りを捏造するというふうに書かれています。人間ってこう怒りたくないはずなのに自分で怒りをね、こう捏造しているんですって。人間ってなんかすごく面白いですよね、その点で言うと。まあ、嫌われる勇気の中で怒りっていうのはこう出し入れ可能なこう道具であるというふうに言われてます。まあ、怒りを抑えきれずに怒鳴っているんじゃなくて、相手を威圧するため、そしてそれによって自分の主張を相手に押し通すために怒りという感情を使っているというふうに嫌われる勇気では書かれています。そして大切なのが、どうこの怒りという道具を手放すかというのがすごくポイントかなと思ってます。ここは後ほどですね、詳しくお話ししていけたらなというふうに思ってます。怒りの2つ目の真実、怒りはですね、二次感情であるというものです。怒りはですね、二次感情だと言われていて、まあ、二次感情って何やねんって感じだと思うので補足しておくと、二次感情っていうのは一次感情から発生する感情です。じゃあ一次感情とは何なのかみたいなところでお伝えすると、まあ、一次感情というのは不安、恐怖、辛いとか疲れた、悲しい、寂しい、ストレスとか、そういったものがこう一時的な感情にあたります。まあ、どちらもですね、比較的ネガティブな側面の感情ですね。ちなみになんですけど、これらの感情を抱くことは至って普通のことですので、まあ、その点はまずご安心ください。まあ、まとめるとですね、何が言いたいか、二次感情っていうのはこういった一次感情が先に存在していて、それが怒りという表現として外に表出しているということですね。実は怒りの裏側には分かってもらいたいという一次感情が隠れているということをまずここでご理解ください。そして3つ目の真実は、怒りって伝染しますよということです。まあ、人間はですね、怒りに対してこう怒りで反応する生き物なんですね。怒りを内面に蓄積している人とこう接してて、こうなんか自分まで心がざわざわした経験って誰でもあるかなというふうに思ってます。まあ、怒りを抱えている人っていうのは周囲の人が持っている潜在的な怒りまでも目覚めさせてしまうという傾向があります。まあ、これってめっちゃ迷惑なわけですよ。だから僕も実はもう切れやすい人とか、こう怒りっぽい人とかはあまり合わないようにしています。ではこの3つの真実を踏まえた上で、どのように怒りと向き合ってコントロールしていくべきなのかをこれからお話ししていきます。一旦ここまでを整理しておくと、怒りは自分の要望を通すために自分で作り出しているものだよというお話、そして怒りっていうのは二次感情ですと、その裏には自分のことを分かってもらいたいんだという一次感情が存在していますと、そして怒りっていうのは人に移ってしまうもの、すごく迷惑なものだということ、ここまで整理していただけたらなと思ってます。ではですね、解決方法についてこれからお話していきます。怒りをコントロールできるようになるには、じゃあどうしたらいいかっていうと、まずすごく重要なのが一次感情に気づくということです。まあ、この一次感情から二次感情が生まれているというお話なので、まずこの一次感情に気づくことがめちゃくちゃ重要なわけです。あ、心のコップが溢れそうだなとか、この心のコップの中にはほにゃららに対しての不安って感情がたくさん入っちゃってるなとか、そっか、自分はこういうことが不安なんだなと、まずはですね、自分で自分の感情にちゃんと気づいてあげることが重要なわけです。それに気づけたら、あなたはすでに冷静です。まあ、これって起こることなのかなと、あなたの価値基準でですね、判断してもらえたらなと思います。まあ、するとおそらく大半のことが、まあ、意外と起こることのことでもないなと感じるんじゃないかなと思ってます。そうなんですよね、大体のことは起こるほどのことじゃないケースが大半なんですよね。まあ、この気づくができるようになると、かなり怒りをコントロールできるようになります。ただこの気づくというのはかなりの訓練が必要です。これは普段から自分の感情と向き合う習慣を作らないといけません。
中長期で身につける技術だと思って、これに関しては気長にですね取り組んでいただけたらなと思ってます。具体的なアクションとしてのおすすめは、感情がざわついたらメモするということですね。ほにゃららさんに感情がざわついたとかでいいので簡単なメモを取っておきましょう。そして後でちゃんと向き合うと決めて、まあ、一旦忘れるのはいいかなと思ってます。そして時間がある時に、それってなんでざわついたんだろうって振り返って考えてみるのがめちゃくちゃいいです。これは怒りが出てすぐ振り返るんじゃなくて、時間が経ってから振り返る方が、まあ冷静にね客観的に振り返ることができるからですね。さらに今回は、まあ、中長期の、まあ、対策だけじゃなくて、短期的に怒りを防ぐ方法も3点ほどお伝えしていきたいなと思ってます。一つ目がですね、6秒我慢するという方法です。まあ怒りがねコントロールしにくいのは、こう分泌されるアドレナリンによるものらしいんですね。このアドレナリンは6秒間でこう体内を巡るというふうにされていて、この6秒さえ乗り切ることができたら怒りは、まあ、制御しやすくなるとされています。なので怒りやイライラを感じたときは、とりあえず6秒数えることを習慣にしてみてください。まあ、一つポイントがあるとしたら、単純に 1,2,3,4,5,6 って数えるよりはちょっと複雑なカウントにするのがいいかなと思ってます。まあ、適当な数字、まあ、111から3つ引いてカウントしようとかですね、意識がそちらに強くいくと思うので、ちょっと複雑な計算方法で6秒カウントするのがいいんじゃないでしょうか。二つ目の方法はスコアリングです。怒りが出てきたとき、その怒りは何レベルかということを自分なりに数値でつけてみるのがおすすめで、まあ、定量化しようとすると客観的にその感情を見るようになるので、その時点でかなり冷静になれます。まあ、あとは振り返りもすごく役立つので、本当にこれおすすめなのでやってみてください。そして3つ目は、まあでも相手の立場になってみたらと、相手の立場を想像してみることもすごくおすすめです。まあ怒りが湧いて6秒経った後に、まあでも相手の立場になってみたらと口に出してみてください。そして相手の立場で物事を考えてみます。まあ、するとですね、意外と、まあ、仕方ないかとか怒ることでもないかという風になりやすかったりします。以上、本日はアンガーマネジメントについてお話しましたが、一番大切なのは中長期で自分の怒りのメカニズムを知ってコントロールできるようになることかなと思ってます。ちゃんと向き合ったら、怒りという自己嫌悪になりやすい感情から解放されるので、しっかりと向き合っていきましょう。私が経営する会社では、仲間と目標達成を目指すオンラインサロンを運営しています。週次で自分と向き合って、仲間と応援し合うことで、こう自分との小さな約束をね、こうちゃんと守れるようになっていくようなサロンになっています。こう自分の感情をちゃんと把握したいという方、コントロールしたいという方、自己肯定感を高めたいという方には、すごくおすすめのサロンなので、ぜひですね、概要欄からチェックしてみてもらえたらなというふうに思っています。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。